見たこともない触ったこともない機械、それを触ってみたい、整備してみたいっていうのが一番の理由になると思います、ね、入りは抵抗があるかと思うんですが、その中でもやはりもっと機械を直したり修理したりとかいろんな機械を触れてみたいというのを思いまして、もっと自分のやりたいことをその仕事をしながら見つけられたので、新たな分野にチャレンジしようと思いまして、それで転職させていただきました。基本的には重機はディーゼルエンジンなんで、まあ学校で習った知識を活かせるんで、結構取った資格を活かせてますね。一番思ったのは自分のことを考えてくれてるなっていうことを感じさせてくれたっていうか、こういう道もあるんじゃないか、こういう道もあるんじゃないかっていうふうな、まあアドバイスじゃないですけど、そういうことも言ってくれながら自分の道を探してもらえたのかなっていう感じですかね。あ、これが建物が建つ前かと、こういうところでうちの機械活躍して建物になっていくんだなっていうふうに実感できたことが、実感を得たというか、こういうふうに携わってるんだなっていうところで、なんか貢献できてるのかなというふうな喜びは感じましたね。先輩に技術的なことも、まあ、生活面とかも相談乗ってくれたりしたんで、成長できたかなと思います。いろいろな機械は多々ありますので、その機械を全て整備できるようになる、臨機応変に対応してお客様 の、 その満足度を上げることが私の目標かと思います。まあ、やっぱり一番は技術力を上げていくことと、あとは下に教えられるように、工場長レベルじゃないですけどになっていければと思いますね。まあ、分かんなかったら聞いてくれる人が一番成長すると思うんで、どんどん聞いてってもらう、聞いてやってもらいたいですかね。チャレンジ精神旺盛で、何事にも、臆することなくチャレンジして、分からないことがあればその都度一緒に相談し解決していって、最後まで諦めずにやり遂げることができる人、オープンで来てくれるような子、自分も話しやすいですし、相手からも話しやすいように自分も努力します、してるんですけども、そこをコミュニケーションが、その本人も楽しいって思えるような人と一緒に働ければなっていうふうには思いますね。上司に言ってみる、やりたいことを言わないと始まらないんで、言う機会というか、そういうのを自分らが作っていかないといけないんですけど、とりあえず言ってみてほしいですね、自分から。それが自分のレベルアップにもつながりますし、やりたいこともやれると思うんで。建築機械ってなるとやはり分野が違うと思われがちだと思うんですね。根元の心臓の部分、核の部分は変わらないんですね。そういった部分は何も臆することなく入っていただければ整備できるかと思いますので、はい。基本点検がメインにはなるんですよね、ディーラーの業務って。で、故障しても、修理、故障探求してこれが壊れてるって分かるんですけど、私たちの場合ってただ部品を変えるだけじゃなくて溶接とかで修理して使えるようにしたりとか結構多々あるんですけど、自動車業界のそのディーラーによくあるのは、壊れてるのが分かったら基本も交換なんですよ。その交換が整備が簡単か難しいかってだけで、それを何かそのハンダ使ったりで溶接機使って修理するっていうことはまずやらないんです。そういった点はすごいやりがいがあるなっていう、自分で直してるっていう感覚を得られるっていう。でも確かに機械いじりがね、いろんな機械して触りたいって、そうですね、来てくれた、すごい記憶にあるので、やっぱそこがいいなって思って。楽しいですね。それ以外なんかこう、磁石
をこう触ってるっていうところでこういうところ面白いみたいなのってあったりする？あと自社機だからユーザーのなんか要望に合わせて改造したこういうふうにこういう仕様にしてとかカメラつけて回答をつけてとか、ねまあ、そういうのもあって確かにいじりやすいよね、うん、自社機だからねお客さんのやつじゃないから車預かってじゃないどこまでやってるんですかそういった改造改良って基本的に企画に変えなければあそうなんですね差し支えなければうーんメーカーでの保証受けれないとかそういうのでなければあそうなんですねここに熱入れちゃいけないとかそれでなければ、ねあなるほどね、やっていいよっていう感じでやらせてもらえるか、うん、やっぱあれですよね完全なら予定を組むのが難しいですよね、うん、改装の出入りってのは予定であるじゃないですかそれでは把握できるんですけどやっぱ先方返しとか先方が急に取りに来たりとかでやっぱりペースやっぱり今やってる作業を手止めてそっち対応したりするんでやっぱり時間配分が決めづらいっていうのがありますよねそこはディーラーとかは完全予約制なので基本的にはそうですそうですもう予定外の業務というのはう、ねまあ、余裕があればあの受けるんですけどあとは案内して後日いかがですかとか言ったりしてもう本当に決められた業務の中で全てを回してるのでそういった場合では日照の場合ではそういったようなのが組みづらいっていうのありますねやはりお客さんも突然来たりするのであれが欲しいとかもういらなくなったからやっぱ返すわとかでそれ返してもらったのに破損があったりしたりとしてとかそういう連鎖があるので、まあ、時間が足りないっていうのはそういう部分が結構関係してきてるのかなとは思いますね、はい、完全予約制にはできないんです絶対にまあ仕方ないですよねそうですね業界的にもそうなんですよね、うん、雨降りは工事中止になったりもしますし急にキャンセルもなりますし ね, すね準備した後にキャンセルで、はい、嘘でしょ結構心きますよねありますよね出っときめっちゃ頑張って直したらみたいなキャンセルかいみたいなわかりますそれ、はい、でもそれがあったから直せたみたいなまあそれはあまあねそうですね、うん、結果オーライのところはそうです結果オーライありますね確かにじゃなきゃ手つけないってありますよ確かにいろんな機械楽しの触れるのもありますしね結構学生さん私もここの日照に入るときそうだったんですけど建設業界の機械で私も自動車、まあ、専門学生とかも自動車系で来ると思うんですねメインはそうなるといじれるのかっていう部分があると思うんですけど実際入ってみるとやはり基礎はディーゼルエンジンがあの重機とかメインですし小物に至ってはガソリンエンジンでましては専門学校の時に勉強したキャブレーターの構造ですとか今の車にはないだろうって機能もあるんでだからその勉強してた内容とかも無駄にならないんですよいざキャブレーター久しぶりにいじってみたらあそういえばこんな構造してたなこんな機能があったなとかそういうのも結構使えたりするんでだから入り口結構みんなスルーしがちだと思うんですけどまずディーラーとかまず修理業者とか行くと思うんですけど意外に入ってみるとすんなりその勉強してきたこと無駄にならないしそのまま使えるんでなんもちろんトラックもありますしはい、なんでそこには抵抗なく入っていけるのかなとだから入り口がやっぱり大事ですよね最初そこに入ろうとまず思うきっかけが結構みんなスルーしがちなので入っちゃうと意外に結構やってきたことも無駄にならないんでそこは感じましたねで専門学校で取ったそのガス溶接アーク溶接の技能講習の資格とか私も前の会社入ってから10年間全くつかなかったんですねですが今となってはすごい使ってますのでそういう専門学校の時になんで取ったんだこの資格っていうのも今認証に入ってからすごい使ってる資格になるんですね逆になんでそういう整備する幅の広さがすごいあるんでそこは楽しいと思いますすごいやりがいもありますしそこはそうですよね本当に本当そうですね楽しいですもんね逆に玉掛けとかもそうじゃないですか何に使うのと思うじゃないですか学生の時取るのそういったのも本当に実際使うのでそういったことも無駄にならないので学生の時ってそういうの実費で多分取ってると思うんですよおそらく保護者さんが払ってくれて、うん、あ親御さんが払ってくれて、うん、だから資格やっぱり会社のお金取れるってのは結構大きい入ってからもそうですねで講習中とかもよく仲良くなった人と話すと、うん、自分実費だよとか結構あるんで西の場合はちゃんとそこも、ね、はい見ていただいてるんであいい会社、ね、結構実費の方多いですね仲良くなるとはい多いですよね、はい、とか休み使ってきてるとか、はい、
多いですね。職人さんとかそうですもんね。そうですね。そういったところはやはりしっかりしてるなと。ありがたいなと。だいぶありがたいですよね。そうですね。本当に。はい。あさって自分入籍するんですよ。おめでとうございます。おめでとうございます。急な発表なんですけど、式場流す？確かに確かに。ビデオレターに。事務所 NG。厳しい。なんかに所属してる。あ、全然 OK なんですけど。あとで番号して出ましょう。許可取り。まあそれにあたって社宅を出してもらえるとか、まあかなり助かりますね。福利厚生はいい。福利厚生がすごいいいところも。アピールポイントかなっていう。ですかね。あれあと今一人暮らしとか寮社宅今は寮なんで。あ今は寮。はい。でこれから切り替え。はい。でも社宅。ああそうかも。入ってます。寮です。あ寮に。やっぱり結構大きいその家賃の部分で。だいぶ大きいですね。家賃が一番お金かかるところなんで。うん。でかいですね。でかいですね。そう、まあ、自分はその営業から変わる時ですかね。営業が、まあ、結局嫌になったんで、その時に、まあ、やっぱ落ちてた時に、まあ、先輩方と、まあ、所長にやっぱ助けられて、うん、今の道で進めてるっていう部分は大きいなところですかね、うん、コミュニケーション取ってやってくれるんで、うん、まあ、分からないことも聞きづらくないし、来やすい環境作ってくれてるし、そうですね。結構自分から聞きに行きやすい雰囲気ではあるのかな。あ、全然そうですね、うん、まあ、そのゆうきさんの案件もすごい素敵ですよね。その営業から何も経験ない状態で技術になるっていうのが基本車業界そのディーラーとかだと基本それできないので、技術からその営業っていうのはなれるんですけど、そういった展開もやらせてくれるっていうのを会社としてすごい、何事もチャレンジさせてくれるっていう部分はすごいいいと思いますよね。まあ、でもそれでもね、それなりにこうちょっとこう苦労というかね。そうですね。ね、周りのね、いっぱいこう経験してるとか資格持ってる人に比べたら自分もっともっと頑張っていかなきゃいけないっていう苦労はあったと思うんだけどね。まあ、一番頑張ったのはやっぱり2級建築設備の資格を取るための勉強とかですかね。そこを取ったら整備士みたいなところあるじゃないですか。なるほど。同期が2人落ちてる中一発合格したのは。あ、そうなんですか。そうです。へえ。結構俺できんじゃんみたいな。それでもなんか自信つくよ、ね、そうですね。自信つきましたね。それはすごいよね。本当それは勢いではいけないのか。あ、ちょっと厳しいですね。ちゃんと覚えないと多分できないですもんね。でもそれこそ自動車しかやってこなかったってところから多分想像つかないと思うんです。その資格の内容もしっかりだと思うんですけど、そこら辺は実際どうなんですか。学校にいた時とその整備に関する勉強、なんかいやもう手の届かないところっていうイメージなのか、興味で全然取り掛かれるものなのか。 まあ、ある意味自分はもうさらなところからそこを覚えていったんで、うん、変な知識がないまま。ああ、なるほど。スッと入ってきたのかもしれないです。そうなんですね。一番でそのさっき言ってた入り口っていうところがそこなのかなって想像できないみたい、うん、ね、それこそ言ったことはやらせてくれるっていうのは、まあ、まさしく、まあ、そんなところも絡んでくるのかなと思うんだけど、え、これ書いてくれたのは基本的にそうですね。けどじゃあ上司に言って許可を得るんですけど、まあ大体やってみればっていうのでやらせてくれたりはするんで、あとはまあ研修とかも行きたいって言えば、機械こういうのをいじりたいっていうので言えばやらせてくれたりはしてくれるんで、そこはすごいいいなと思いますね。覚えるの楽しくないですか。はい、覚えるの、まあ、楽しいですね、はい。で大体仲良くなるとみんなめちゃくちゃおごってくれるっていう。あ、そうですね。めちゃくちゃおご、お客さんもすっごいおごってくれるんですよ。へ、なんか飲むって
はい、あ飲み物とか。そうです。で中にはすごい仲良くなった社長さんとか、まあ、前から仲いい方なんですけど、来たら絶対残ってくれるっていう人もいまして。すごいですね、太っ腹ですね。仕事してると逆に怒られるんですよ。へ仕事してるとなんで俺来たのに来ないんだよって言われて、自販機の前で。なんか割とそういうちょっとしたことが結構ね、一日の仕事の中でちょっとなんかこう息つく、まあそれもありますね、話したり。だそういう職場環境っていうのもね、大事かな。メカニックによる本音インタビューと座談会、いかがでしたでしょうか。この映像を通して職場の雰囲気が少しでも伝われば幸いです。堅苦しくない雰囲気のもと、あなたの経験を生かした仕事に西オレントールでチャレンジしてみませんか。ご応募お待ちしております。